かな。沖縄銃がまだそんなに出回ってない頃の話っていうな。沖縄とかもそんな感じ。沖縄とかもっと広い。砂、水、混じったっていう表現をする。最初これ誠だよ。氷っていう表記は変だ。あとはこんだけ雨降って雷降るとあの全城様が亡くなってくる。にーうわーって言って鎌倉の仲裁あの辺の松の木バカーって言って本当に真っ青が成功した一番最後の時わしも届いた見とってなここに来てかまいたち全城まことじゃったあれすごいいい演出だったなあれなあれはすごいあれは名場面と言えるわまことに来てしまうな最後な切られてしまうなそうでも昨年だからな見事な大河絵巻だったと思う鎌倉殿の13人わしも解説しとったで楽しかったもんな面白かったなあ東鏡とな源平盛衛とかもいろいろあるんだけどもう、まあ、数少ないからなわりかしわしはもう予想できるんだけど予想できないようにしてくるっていうのがすごいなあ思うだな日本にこうっていうところな考え方とあと一本の大丈夫かな知恵だしな実家で富士の巻き狩りとかが1週間の時もですよなたった1分30秒くらいの映像とかもイノシシ出てくるのは動物園でイノシシとかになってくるのかたった2秒で1日間で撮影のものに届かない私も見たのよ私も見たのあれまたまたあるんですよこうやってな一個一個丁寧に作っとるやはりな面白くなるよトイレ待ちだもう家に大丈夫だ私ここもう10年神やってるから正門ならみもう10年やってるここのこと知り尽くしたこの雨量じゃったらここギリギリ当たらんじゃんまあじゃあ跳ね返りは足元でまた来たら顔は来たこれが10年正門の神を止めとる正門の神ただこれ以上ちょっと強くなるともう無理水の下からいい音ただもうさらにきつくなってきただから雨量が増えて屋根から落ちてくるありがとうございました。ありがとうございました。